はい、皆さんこんにちは、あかりえです。さあ、ということでですね、名古屋グランパス監督キャリアやっていきたいと思います。はい、でですね、前回大幅な、企画の軌道修正がありまして、いろいろと、残念なこともいっぱいありましたけれども、はい、今回からですね、最終目、このシリーズの最終目標である J1 制覇に向けてやっていきたいなと思います。はい、でですね、まず1点、お知らせというか、お話というか、そう、またフォーメーションをちょっといじくりました。やっぱりロブレンチッチ選手がですね、右サイドハーフぐらいの位置じゃないとなかなかうまく機能してくれないなっていうのが個人的な印象だったので、フェルナンジーニョ選手を、一応真ん中にも適正やりそうだったので、真ん中で入ってもらって、でロブレンチ選手を右サイドハーフでっていう形にしました。はい、で、もう1点ですね、ユースチームの月例レポートにでですね、ちょっとユースチームでですね、この選手やね、デイビッド・ロッシュ選手でいいのかな、この選手ですけれども、そう、結構ね能力値高いんですよね。でちょっと上で使ってみたいなということで、ちょっとそのうちこの選手も上に上げて、シニアに昇格させようかなとは思ってます。あとの選手はもうちょっと様子見かな。で、あともう一ユースチーム関連でですね、ちょっと今回はアルゼンチンに、南米に行ってもらってですね、ゴールキーパーを探しに行ってもらいます。でもゴールキーパーでアルゼンチンに行ってもらったのはちょっとミスだったかもしれん。今行ってもらって思ったけど、なんかドイツが確かゴールキーパーの、有名な選手が多いイメージがあるんで、ドイツでゴールキーパー探してもらえばよかったですね。そういえば、サードゴールキーパー、後々のサードゴールキーパーっていう意味でもそうだった、ノイアーもいるし、オリバー、僕は2002年の日韓ワールドカップ、もうリアルタイムで見ていた世代なので、ちょうど小学生だったし、その時にやっぱオリバー・カーン選手のやっぱりね、あのセービングっていうのはやっぱり、かっこよかったなって今でもやっぱりそういう思い浮かぶのでね、そうか、ドイツに行ってもらってもよかったですね。そのあたりはまたおいおい考えていきましょうか。はい、ということで、ガンバ大阪戦ですね、やっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。前回、昨シーズンは2戦やって、確か2戦とも勝てていなかった覚えがあるので、しっかりここは勝ちに行きたいですね。前節は、ジュビロ磐田戦を 1-0 で勝利に、勝利して、幸先のいいスタートを切りましたから。そういえばホームでの開幕戦か、前回確かアウェーだったような覚えがあるので、ホーム開幕戦ということで、しっかり戦っていきたいと思います。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。ということで、今日はノーマルな442のフォーメーションです。はい、442ですね。さっきそのあたりはお話はしましたけどね。はい、アダイウトン選手とジョー選手の2トップですね。メンバーは変わってないですけど、若干ポジションをいじった感じですかね。はい、今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。こちらも442のフォーメーションです。今野さん、そうか、今野選手ってガンバですもんね。なるほどね。なんかすごいやっぱり、昔から、日本代表にも確か選出されてた方っていうのもあって、僕でも名前知ってるからね、すごいですね。でもうちも、去年だいぶタレントを揃えましたからね。さあ、キックオフ。まずはグランパスボールです。
去年とは違うんだよね。アダユトン、いい形でゴール前まで持ってきました。うん、前に押し出します。さすがにグラウンダークロスはなかなかうまくは通らんね。渡辺和真、まあはハイボールでもそんなにハイクロ高いボールね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。てかゲルゲ結構後ろに下がってますね。もうちょっと前で個人的にはプレーしててほしいイメージ。まあ今守備の時だからあれかもしれんけど。ここはサイドへパスを出します。うん、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。なんかうまく崩せてないようなイメージだね、ここまでは。さあ、ロブレンチチ、宮原和也、藤原博樹、ほっ、よいしょ。ちょっともったいない。今のクリアじゃなくてもなんとかなったか。藤原弘樹、西野貴晴、倉田修、タッチライン際を上がれそうです。さあ、ちょっと待って、 OKOK。 キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。おお、あぶね。いいパスとは言えません。おい、簡単にボールを失いました。ボールがこぼれました。まあひとまずナイスクリアかな。なんかうまく形を作れてないね。さあ上げたい。ディフェンダーを抜いた。ここであんまり上げさせたくはないよねっていうところで、まだ上げさせてるっていうのが不安だけ。おお、危ない、ナイスキーパー。さすがランゲ。そうね、こっちなんだかんだまだ確かシュート打ってないもんね。って考えるとちょっとまずいよね。さあ、ちょっとここはしっかり集中。おーと、ショートか。ラッキー。ここはなんとかセーフ。そうか、ミッチももう30なんですね。まあもともとそうか、30か。まあもともとね、香川選手とかと一緒にドルトムントでプレーしていた経験もある選手ですけどもね。え、まあ来シーズンも、例えば来シーズンのなんだっけ補強についてもなんか話が出てましたけど、あの大宮からマテウス選手と、あーセーフ、あともう一人フォワードの選手ですねを獲得しようって今動いて、もうなんか正式なオファーが出ましたよみたいな、出てるみたいなね、あのニュースもありましたけど、まあでも攻撃陣に関しては今年結構ね、みんな活躍してくれてたイメージありますけどね。まあジョー選手含め、これはスローインになります完全にボミスだな今の。まあジョー選手を筆頭に、まあシャビエル選手とかね、もう全然、まあシャビエル選手とかは途中でね怪我で離脱とかもあったりはしたんですけど、個人的にはすごい、まあ前線の選手っていうかに関してはそんなになんかなんだろう、他のチームに劣ってるっていうイメージはないんですけど、っていうよりもやっぱりなんか守備陣かな。まあでもね、今あの、うわー、ちょっと待って、パス成功率こっち 75% ってまずくない？向こうと 10% 違う。待って、うわ、待ってよ、さすが。そう、何の話してたっけ。そう、まず攻撃陣、攻撃陣もそうですけど、どっちかというと守備を補強してほしいなっていうのが個人的な意見やけどね。どうなんだろう。
ボールを入れました。ここはキーパーがなく防ぎました。そしてまあ誰も出てこれないっていうね。ディフェンスの網にかかる。ちょっと違う。見事な視野です。信じられません。止めた。マジか。ゴールラインを割ってコーナーです。いいですね、東選手も。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。マジか、それを弾き出すか。はあ、すげえな、東口選手。はい、でも簡単してばっかりはいられないからね。コーナーから中へ。ほっ、中央へのボールはクリアされました。ちょここでカウンター食らうのだけはまずいからやめてね。長澤俊、渡辺和真、つまらないミスでボールを失いました。あらららら、今度安行スペースに見事なスルーパス、中央にクロスが上がった。待って、あぶね。キーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。このプレーはオフサイドです。あ、オフサイドか。まあ確かにな、今結構ギリギリでやばかったなって思って。そうかそうか。スコアは0対0。なんか思ったよりうまくいってない。試合は互角のまま45分が終了しました。まあ1回2回いい形があったけど、福西さん、そうですね、ちょっと不満が残る形ですね。 このままでは終わらないと思いますが、現時点でどちらかというのは難しいですね。さあ後半です。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。取れない。渡辺和真、アダユトン、このパスはカットされました。さあ行け。素晴らしいボールです。サイドを崩してチャンスを作った。あー、上げれられなかった。今投げときたかったですね、クロスチャンス。でもシュートで終われないっていうのが一番嫌ですね。目の前にスペースがあるようです。カットしました。ここはどうするでしょうか。そしてここでそういう、まあ、だからそこを開けるんじゃないよ、真ん中を。ここは見事に止めました。まあリアルの名古屋戦も、まあ、昨日このパスは簡単にカットされました。まあ、湘南戦の次の日なんですけど、これ今撮ってるのが、まあ、湘南戦も、ね、1点目だったっけ。あの、あい、あ、多い。あっぶね。相手にフリーで打たせてゴール失点しちゃってっていう、まあ、最終的に引き分けたから良かったようなもののっていうところはありますね。多い。だからそういう現実を模倣しなくてもいいんだよ。あれでも詰められてたらまずいよね。素晴らしいスルーパス。そう、一回でもここでためを作った。ダメだ。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。なんだろうな。文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。いや、今のは PK じゃないとは思うけど。まあ、ナイスクリア。その倉田修、渡辺和真。そしてなかなかプレーが切れない。プレス、ボールを奪い返します。おい、アダユトン、いっけー、東。今のパスで完全に崩しました。入るか。よし、ゴール入った。フェルナンジーニョ、前線でもプレスを緩めずチーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた。来日初ゴールです。いいですよ。ナイスシュー、ナイスシュー。圧倒されている状況でゴールを決めました。はい、
相手に支配されている展開の中でも、まあ、ちょっとフリーだったのが良かったですね。まあ、やっぱこうやって攻撃には結構、まあ、なんだかんだ重厚感というか重みは出ますね。重みっていう言葉が正しいのか知らないけど、満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。まあ本当に攻撃的な選手ばっかですからね、確かに今のうちのチームって。ファンになってようやく試合が動き始めました。さて、まあ、得点を決めたフェルナンジーニョ選手に変えて、前田直樹選手投入です。ですね、まあ、やっぱ中盤、特にその、まあ、俺があれやね、多分中盤でボールを奪われまくってるせいで、中盤の選手 の, あのスタミナの減りが激しいことフェルナンジーニョ選手、そんなにあのサイドで使ってた時って、おい今のファールだろ。あっとこぼれた。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ええ、ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。そう、なんか中、そうそうそう、で、まあ、中盤でボールを奪われまくってるせいか、なんか中盤でこう走ってる選手が、走らせてしまってる選手が多いのか、なんだろう、やっぱ中盤の選手がサイドより、ね、っていうのはありますね。あの、まあ、これは通しません。固いディフェンスです。まあ、去年のシャビエル選手もそうですし、今年で言うと、まあ、今日フェルナンジーニョ選手をね中盤で使ってますけど、あ、ミスった。で、まあ、そうだから前回のサイドで使った時より、あの、なんだ、スタミナの減りがやっぱり激しいっていうのはちょっと若干気にはなる。よし、これは大事。 OKOK。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ここはちょっと時間を使いたいですね。選手を送り出します。うちもちょっと時間を潰すでもシャビエルに変えて、まあ、あとはちょっとしっかり守りきるということで、ネット選手と、まあ、中谷選手のスタミナがちょっと心配だったので、ハーフィズ選手っていうか、10分も10セーブでこっち1セーブになってましたね。よし、勝った。ここでホイッスル。名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。本当になんだろう、ワンチャンスをなんとかものにしてっていうところやね。よく耐えて勝利を手繰り寄せました。まあ、苦しい試合をものにして勝てたのはええ、ひとまず。福利さん、はい、よく我慢していました。まあ、フェルナンジーニョに来日初ゴールが生まれたのは良かったですね。まあ、あとは東選手に、初ゴールとか、そう、あとアルベルト選手もそうやね、初ゴール決められるといいですね。はい、はい、ということでですね、2連勝を飾ることができました。で、現在我々名古屋グランパスは、3位。なるほど。首位は、横浜マリノス2勝0敗。ほう、 4-0 ってすごいですね。何対 いくつで勝ってんだ。横浜は、まあ、うちはガンバ大阪に 1-0 で勝って、前回、岩田に 1-0 で勝ってますから 2-0 で、横浜 2-0 だから、前回も 2-0 なんやね。すげえね。はい、まあ、まだあと残り30試合以上ありますからね。こっから、まあ、今は上位にいますけど、こっから何があるか分かんないんでね、まあ、シーズン始まったばっかりで、これから長いんで、ね、しっかり戦っていきたいと思います。そうね、まあ、今シーズンは今のところそんなに補強の必要性はないかなと思ってはいるんですが、まあ、強いて言うなら第3ゴールキーパーだけど、まあ、第3ゴールキーパーは最悪ユースから上げればいいのかなとは思ってます。なんで、まあ、一応この後補強の予定は今のところなしですかね。まあ、ゴールキーパー以外そんな感じです。はい、ということでですね、まあ、今回の動画はこんな感じで終わろうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。